どうも、しゅんです。こんにちは。今回は、就活まだ始めてなかったりとか、漠然となんかやらなきゃなって思ってるけど、まだ何もやってない人に向けての動画になっております。東京大学2年生の伊沖部アレンです。もともと教育業界に興味があって、それで塾とかで勤めてる中で、その中で見つけた課題を解決するようなサービスを去年の8月頃に立ち上げまして、コネクトスペースという名前で創業して、その代表をやらせていただいているという形になります。就活の時期にも入ってきて、そういうのも一応オプションとしては残しておきたいなと思っておりますので、そういったところを聞いていければなと思います。よろしくお願いいたします。ちなみに大学1、2年生の時どういったことされてたんですか？1年生の時は完全に遊んでまして、でそれでコロナになって全部予定消えて、おいとこれはやられたなと思って、そしたらでもその時間が結構できたので、そこでちょっと人生考え始めて、起業っていう選択肢あるなと思ってやってみるかってなって起業したっていう感じです。田田君、ペイと申します。よろしくお願いします。今は事業企画と人事みたいなことをやってワンケリアの佐賀です。よろしくお願いいたします。今ではワンケリアライブっていう企業説明会の中での企業さんとの対談司会を百何十社ぐらいやったり、企業解説動画を最近新しく始めて、企業のビジネスモデルとか解説してる YouTuber みたいなこともやってるっていうのが仕事の内容になります。一つ目の相談をお願いしてもよろしいでしょうか？今大学2年生なんですけれども、これから就活していくとなった時にやっぱりエピソードが必要になってくると思うんですけれども、就活で話せるエピソードっていうのをこれから作るとなった場合、どういったことをしていけばいいのか、奇抜なことをすればいいのか、インターンするのかっていろいろあると思うんですけど、その中軸となるようなことって何かあったりしますでしょうか？今の質問の中で同じような悩みを抱えている大学2年生とか3年生とかいらっしゃると思うんですけど、学知がないってあるあるの質問だと思うんですよね。学知がないってことは絶対ないと思いますけど、力を入れてることは何かしらあるはずですか、うん、遊びでもいいじゃないですか、うん、ないっていうのを感じるのって、自分には人に誇れる結果を出しているものがないっていうふうに思い込んでるからだと思います。例えば今日のこの動画を見た方って、いや自分起業してないし、社会に対して問題意識を持ってないし、アレンさんと比べると私はなんで何も行動してない学生なんだろうって思っちゃう人が学知がないって言うちゃうと思うんですよ。でその中に大学生活の中で自分なりに時間使って行動してきたことはあるはずなんで、それが学知がないんですよね。学生時代力を入れたことって、そもそもこの中に相対評価の言葉って入ってないじゃないですか。なるほど、確かに。自分なりに絶対評価で自分何頑張ったんですかっていう質問なのに、うん、そこにやっぱ比べられるっていう相対評価の意識が入っちゃうから、学知が私ないんですになっちゃうと思う。1年生の段階で就活意識するとすごい重要だと思うんですけど、その中でもっとビジネスに使える考え方っていうのがもっと浸透した方がいいなと思っていて、はい、自分が今やっていることが学生時代頑張ったことで語れるって、社会の構造でも同じで、自分がやったことっていうのを職務経歴書に書くっていう転職市場でも同じなんですよ。ってなった時に、学生時代頑張ったことで何聞かれるのかっていうのをちゃんと理解した上で、その構造で話せるようにちゃんと自分の中で振り返りレビューをすることの方が僕は重要だなと思ってるんですよ。学生時代が頑張ったことで何聞かれるかって言ったら、目標が何でしたかと、で現状何でしたかと、でそれに対してのギャップが何で、それの課題が何で、施策があって結果があると、これなんですよ。ビジネスも同じじゃないですか。起業してるから多分分かると思うんですけど、そうですね、もう全く一緒ですね。全く一緒なんですけど、はい、ただ学生時代とか今やってるサークルとか部活とかって、それ意識してるやつなんか気持ち悪いじゃないですか。逆にそれできてたらお前すごいなって小声出ちゃうぐらいすごいなって思っちゃうんですけど、ただこのフレームワークをただ知ってるだけで、実際の自分が今やってきたこととか今やってることを当てはめて考えてみたら、あれこれってもともと課題がこれで原因がこれだから、こういう解決策を打っていったんだなとかっていうのを自分の中で言語化することのが大事なんですよ。だからそれがただただ学知化になるんですよ。だから自分がやって結果出てなくても、結果出てる途中でも絶対に何かしら自分の中でアクションを起こしてる可能性があるじゃないですか。それをちゃんと自分の中で拾い上げて、その行動って裏側にどんな課題と原因があったのかってことを振り返りをすることの方が1、2年生は僕は重要だと思うし、ビジネスパーソンにで活躍する上で重要なのかなと思います。学知がない人って学知がどう作るのっていう答えを求める中で、いや今あるものをレビューしなさいっていう風に面白い回答だと思います。それが仮に例えば宅飲みすることとか、ラウンドワンに行くこととかでも同じようなフレームワークで話せれば、それが学知化になるっていうことですよね。なるそうです。僕カラオケの点数を上げるみたいな学知化作ってました。それで受かったり、受かった。だってカラオケの点数を上げる上で考えたら、自分の中での課題って要素分解すると何であるかってなるじゃないですか。です、ね、例えばビブラートが足りないのか、あとは拳が足りないのかとか、なるほど、あとは音程が合ってないのかとか、いろんなパターンがあるわけじゃないですか、で
それってその時は無意識にやってるわけですよ、うん、ちゃんと突き詰めて振り返ってみれば点数を上げる要素って絶対あって、確かに、でその要素に対して自分は他の YouTuber のこういうの参考にしてこれをボイトレしてやってみるとか、それは解決策ってことですか、ね、そうそう、だってそれを語れればいいんで、うん、自分がやってる日常の中で意識できてないことって絶対あるんですけど、フレームワークを知ってデビューすることの方が僕は重要な気がします。やってる時は気づかないんですよ。じゃあいい話、そうですね、なんか心理的なハードルがすごい下がりましたね。あえてガクチカのレベルって一応あるっちゃあるんですよ、はい、あとは世の中の人がどういう風に評価してるっていう観点をお伝えしちゃおうかなと。ありがとうございます。他の人事で恨まれるかもしれないんですけど、はい、公開情報なんてちゃんと大丈夫です、はい、これまでの人事の課題って属人化、面接官ごとの評価がぶれるみたいなのが各会社の人事部は悩みとして持っていたんですね。これをどうにか共通の基準をもとに評価できないかっていうところで、近年よくいろんな企業に導入されているのがコンピテンシーという概念なんですよ。コンピテンシーっていうのはなんか簡単に言うと成果に至るまでの達成行動、うん、ここに対するなんか行動特性、要するにコンピテンシーっていったものを人事は学期の中で見ています。でそれに対してレベル付けをして評価をしているっていうのが一つの面接スタイルというふうにありますと。でここでコンピテンシーでさっき言ったみたいに成果に至るまでの行動特性っていうふうに言ってるんで、はい、人事も成果の大きさ見てるわけじゃないんですよ。起業しました、それで資金調達5000万円しました、資金調達100万円しました、金額面で見ると5000万円の方がすごいっていうふうになるかもしれないけども、人事が本当に見たいのはそこに至るまでどういうアクションを取ったの、うん、っていうところの方が見たいと。っていうのも会社に入ってから同じ資金調達業務をやるとは限らないじゃないですか。他の業務をやってくれるかもしれないから、その人がどんな風に問題解決をする特性があるのかなっていうところを見たいっていうのが人事がある特性としてあります。でそれでコンピテンシーレベルが5段階に分かれていて、レベル1が受動行動、言われたことをやるだけ。居酒屋とかで、いやちょっとあそこのお客さん飲み物なくなってるから聞きに行ってよって、はい、これレベル1です。態度悪い、まあ、これさすがにどこの企業も欲しがらないです。確かに確かに。でレベル2が通常行動、普通の人だったらそのタイミングでやるよねみたいな、行うべきことをやるタイミング、机が汚れてる、不幸、うん、これ別に普通みたいな。でレベル3からが企業の合格水準というふうによく言われてます。でレベル3が能動行動、自分の明確な意図をもとに判断して行動するみたいな、うん、あのお客さんはグラスが空になっているからそれぞれの飲み物を提案した方がいいんじゃないかな、これがレベル3、各企業欲しいと思う人材ですね。そうですね。でここから先が出現度合いがレアというふうに言われてて、はい、レベルが高い人材というふうに言われてるんですけど、レベル4は創造行動、独自の自分なりの工夫を加えて状況を変化打破しようとするみたいな。例えば居酒屋の例で言うと、飲み物空になって店員が探しに行くのって手間じゃないかみたいな、飲み物が空になったらすぐ分かるようなシステムを開発しましたとか、お客さんがすぐに注文できるようなパッドを置きましたとかがレベル4ですね。でレベル5がこれ普通出現しないというふうに言われてるんですけど、はい、パラダイム転換行動っていうふうに言われて、もう全く状況を変えてしまうみたいな、それしたら誰でも成果取れるよねみたいな状況にやってしまうみたいな、全国のチェーン店なんだけども、全国の基準にまたがるようなシステムにまで拡大しましたみたいな、その1店舗だけの問題解決、自分だけの問題解決じゃなくて、もうどこの店舗でも共通水準にしちゃおうってところまで変えれた人がすごいみたいな、っていう基準が裏側では走ってます。もしもめちゃくちゃ打算的にだったりだとか、はい、本当に就活でも話せるようなエピソードを作りたいなっていうふうに思うんだったら、この基準コンピテンシーレベルって調べると出てくるんで、自分の今の問題解決とか教育業界に対するアクションってどの基準まだできてるかなみたいな、でも基本的にレベル3も超えてることは間違いないというふうに思うんで、だからこの基準って別に僕らが共通で持ってたものじゃないけど、なんとなく聞いて問題ないんじゃないっていうふうに思ったのは、これ超えてるからだろうなっていうふうに思った。じゃあまずはレベル3を目指すとか、段階ごとに目指していくっていうのはあるかもしれない、ね、そうですね、確かに。これが今軸になってるところなんですね。結構多くの企業でよく使ってる基準だと思います。に対してちゃんとやりに行こうっていう結果を出そうとかっていう時って、評価者はどういう風な目線で見てるのかなってことを考えるのが大事だと思うんですよ、うん、仕事をする上でも上司がいいと思って、上司が求めてるアウトプットの基準って何なんだろうなってことを僕がいいと思ってる基準でやっても、ただはゴーサイン出さないわけです。ただはじゃあどういう基準で仕事してるんだろうってことを知ることが大事だなっていうふうには思うんで、じゃあ就活においては面接官って何大切にしてるんだっけとか、各企業ってどんな人材欲しいんだっけってことを見に行けば、自分が話すべき内容は分かる。そういう人にやっぱりちゃんと会っていくのが大事なんですかね、うん、面接はそういうのできないと思うので、どういう人にこう相談すればいいのかとか、過去問ですね。過去はどうだったのかっていう、過去の基準はどうだったのかっていうところとかで、ワンキャリア見るなりだとか、この企業どういう選考スタイル取ったのかなとか、面接で何聞かれたのかなって知るのは一つだとは、うん、ES で分かりますしね、レベル、うん、そうですね、分かります、分かります。不合格も合格も ES には書いてあるので、であればこのレベルだったら通るし、このレベルだったら通らないんだなっていうのを最初に見ておくっていうのもあるんです。研究職受けてる人たちが自分これから研究どういうふうに進めていこうとなった時に、どっかの企業の研究職の ES 見てみると、この企業に通るレベルの研究者たちってこれぐらいのアクションを取るんだなと、
登場相談なんてみんな当たり前のように書いて、たまに出てくるのがなんか海外の文献読みなさりましたとか、自分で学会開きましたとかなのが、なんかこの人はじゃあレベル高いんだ、じゃあ自分も今の目の前の課題に対してこんな風な研究方針でやってみようみたいなことはおさらいはできるかも。なるほど。ということで大学1期に3年生のまだ就活ガチでやってない方も今のお話を参考にしてこれからの大学生活を過ごしていただけたらなっていうふうに思っております。ということでアレ君、1つ目の相談は解決されたでしょうか？はい、解決されました。ありがとうございます。はい、どういうふうに自分の行きたい業界であるとか企業を絞っていけばいいのか、そもそもバリバリ仕事したいかしたくないか、教育系の事業をやってるのに教育業界とかは見ようとは思わないですか？就活会議と旬ダイアリーで自己分析ツールを共同開発しました。40問の質問で自分では知らない意外な性格が診断できます。就活生の皆さん、概要欄からぜひ使ってみてください。ご視聴ありがとうございました。